三越不動産総帥八中でございます。今回はまあ一口話の話題ということでね、まあ、僕の一口出資はですね、ビビッシモってのがね、阪神の土曜日の7レースかな、未勝利戦に出走します。芝の専用のやつね、まあ、中京と両にらみでなんて言ってどっちに出るかなんてのが、まあ、昨日まで発表されずに来たんだけれども、まあ、阪神の方だったら武井豊を確保しているみたいな話になってて、まあ、その上でね、中京のマイルと阪神の芝専用とどっちの方が、まあ、メンバーがみたいなところも見て、まあ、よっぽどメンバーがあれじゃない限り武井豊確保してるし阪神専用かなみたいな感じになったのね。まあよっぽどメンバーがあっていうのはもちろんその後最後出馬投票で、ね、ガラガラポンしてみなきゃ分かんないんだけれども、まあね、デビュー前というかもう2月、今年の頭ぐらいのねコメントから短めの距離が良さそうですなんてあったんで、マイルが一番長いあたりで、まあ、距離短縮していくのが規定路線なのかな、お母さんの実績もそんな感じだもんねというような状況だった中ですよ。まあ距離短縮で、主乗の方の、まあ、メインの方のね中央4乗の方のレース、まあ、そして、予定通りの距離短縮、安乗も一流騎手を確保っていうことを考えると阪神専用使ってくれた方が期待度はよっぽど高いってことになるよなみたいなところは思ってたんだけれども、まあ前走ね、あのマイルでも一応じじじっと最後まで伸びてはいたし、まあとはいえやっぱ本質的にはね短い距離の方がいい馬だから、その伸びっていうのも、まあ、専用までのね距離で最後の比べってなればもっと伸びるだろうし、まあ状況もね動いたっちゃ動いたんでねプラスには働いてくれるだろうし、まあ指数的なね評価持ち時計で見ても、まあ前走の指数で言ったら2番手評価僅差でね、1位、2位、3位あたりは僅差だけども上位評価、まあ特にデビュー戦でいきなり動けたってことを考えると最上位の評価でね、一番人気で当然かなぐらいには思ってるんで、まあ、あとはね武井豊で勝つだけということでね、松永美希を厩舎武井豊でまあ勝ち星っていうのをね、まあ見たいな、現地で見たかったんだけど中京だったらいけたんだけど阪神だと遠いなみたいなのはあるんでね、さすがにねいけないんだけれども、まあそんな感じでウィンズででも見よっかねというところで、まあ、今回は期待をしております。以上、あっちでした。